カルロス・ベルトラン、カルロス・イヴァン・ベルトラン、カーロス・イヴァン・ベルロン、1977年4月24日体は、プエルトリコの出身の元プロ野球選手、外野手、ウト・リョーダ。2000年代の MLB を代表する後、ツールプレイヤーとして知られる。ESPN や、スポーツ・イラストレーテッドから2000年代10年間の、オール・リケードチーム中堅守部門に選出されている。 スイッチヒッターで大成功した数少ない選手の一人である。四人兄弟の次男で上に兄が下に二人の妹、ソーセージがいる。野球を始めたのは五歳頃。子供の頃は兄と共にアンディバンスライクのファンだったが、プエルトリコ出身のバーニー・ウィリアムスがウィンターリーグで活躍するのを目の当たりにし、次第に二人ともウィリアムスに憧れを抱くようになっていった。 ベルトランはウィリアムスについて、総行種のすべてを兼ね備えていて、いつでも真摯な態度でゲームに臨む。ベースボールを尊敬していて、そして愛している。そんな彼こそが僕にとっては最大限の尊敬に値すると話している。当時住んでいた家が家というよりは小屋と呼んだ方がいいかもしれない。六人家族が住むには小さすぎる家だったと語る、ベルトランは、 メジャーリーガーになって両親に立派な家をプレゼントするという夢を持つようになった。高校入学後、15歳で遊撃手から中堅手へ転校したベルトランは、スカウトからも注目される選手になっていく。また、野球以外にバレーボールでも活躍していたが、17歳の時に父親からバレーボールもなかなかだが、野球で大金を稼げる才能を授かったなと言われてからは、 野球一本に絞っている。MLB のトライアウトに20回以上参加したベルトランは複数のスカウトからドラフト一巡目レベルとの高評価を受けた。1995年の MLB ドラフト直前腰の筋肉を痛めたという情報が漏れたため結局ドラフトではカンザスシティロイヤルズからの二巡目全体49位指名となった。6月5日に ロイヤルズと契約したベルトランは、マイナーリーグ最下層のルーキー級に配属されることになり、故郷プエルトリコを離れアメリカ合衆国本土のフロリダ州へと向かう。ガルフコーストリーグでプロデビューした1年目は52試合で打率、278を記録。ただ、シャイな性格の持ち主であることや言葉が通じないことなどから、ホームシックにかかった。あとに、 彼の妻となるジェシカによると、プエルトリコにいた時は無口だったベルトランが本土へ、行ってからは彼女に毎日、それも、1日に20回はあったかと思ってしまくらい、電話をかけるようになったという。シーズン終了後プエルトリコに戻り、ウィンターリーグに参加。そこで、憧れのバーニー・ウィリアムスと出会う。ウィリアムスはベルトランに、実力はあるんだから、努力を怠るなよ、とアドバイスした。 右打ちからスイッチヒッターへ転向。このままではいけないなと考えてのことだったが、タイミングを狂わされないようにするというのが難しかった、と振り返るように左打席で苦しんだ、ズンとなり、シーズン終了後はプエルトリコでも左打席での打撃を特訓する。A 級ウィルミントンブルーロックスで11本塁なの、打ち10本を左打席から放ち、スイッチヒッターとして、 成長を見せた。また、守備については、広い守備範囲と強権が高く評価されている。2>, 2は、シーズン途中で A 級ウィルミントンから A 級ウィーチタラングラーズに昇格。2クラス合計で99試合に出場し、打率313.19本塁が76打点18、18盗塁、アップス948という好成績を残した。 マイナーリーグのシーズンが終了した9月に飛び級でメジャーリーグへ昇格した。1998年9月14日、本拠地カウフマンスタジアムでのオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。7回表に代わって中堅守の守備につき、その裏のメジャー初打席ではから初安打となる内野安打を放った。その1週間後の21日の試合では1試合に、 三塁打を放つなど、この年は14試合に出場した。この年の活躍により評価が上昇した。シーズン開幕前には、ベースボールアメリカが発表した、若手有望株ランキングで14位に入った。スプリングトレーニング期間中には監督のトニー・ミューサーがベルトランに一番、中堅守の位置を確約。その通りに開幕戦に先発出場したベルトランは4月の、 1>, 1ヶ月間で20試合に出場し、打率。307を記録した。その後も勢いは衰えず、前半戦終了時点で打率。302.12本塁が、59打点、13、盗塁を記録すると、後半戦からは主に3番を打っていたジョニー・デーモンと、打順が入れ替わり、ベルトランが3番打者を任されるようになる。シーズンを通しての成績は、打率。 293.22本類が108打点27盗塁。打点と共に得点でも100を超えた112が、これは新人としてはのフレッドリン以来のことであった。シーズン終了後、ジェシカと結婚。その3日後、ベルトランのもとにアメリカンリーグ新人王受賞の知らせが届いた。背番号を過去2年つけていた36から15へ変更して、 シーズンに臨んだ。これは、妻の誕生日が12月15日であることに由来する。打撃では、変化球で外角をつく、相手の攻めに対応することができず不審。さらに、8月には、膝の打撲で故障者リスト入りするも、フロリダ州の球団施設でリハビリするよう求められながら、これを拒否したため、チームから出場停止処分を受けた。成績は98試合の出場で打率。 247アップス、675と低迷。ロイヤルズは、ガイアのレギュラーだったデーモンをアスレチックスへ、トレードで放出したため、ベルトランの責任は大きくなる。この年は怪我もなくシーズンを過ごし155試合に、出場。打率、306.24本塁が、101打点、31盗塁と、前年の不調から脱却した。この頃から、 手応えを感じるようになったと本人は言う。は、全162試合に出場し、2年連続の20、本塁打100打点、30盗塁後へ。このシーズンを終えた後、ベルトランは故郷に一個建てを買い、両親に家をプレゼントするという夢を叶える。両親は最初、その住宅は、ベルトランとジェシカが住むためのものだと思って、庭作りや、 家具選びなどを手伝っていたため、新居のお披露目パーティーで、ベルトランから、この家は僕からのプレゼントから、今日から住んでほしいと打ち明けられ、涙を流した。感動的場面の一方で、12月にはロイアルズが3年2500万ドルでの契約延長をオファーするも、ベルトラン側は拒否。チームはここ2年連続で30以上の負け越しという、低迷期にあり、ベルトランは、 あと2年で FA となる状況から、トレードの可能性が高まっていった。はシーズン開幕から14試合を怪我で欠場するも、復帰後は141試合で打率。307.26本塁が、100打点、41盗塁を記録。打率とアップス。911、さらに、盗塁数で、自己最多の成績を残し、シーズン終了後の MVP 投票では9位に入った。 8月9日のタンパベイデビルレーズ戦で、ランスカーターから通算100本塁打を達成。1月、チームとの年俸調停を回避して1年900万ドルで、同年の契約を結び、FA 権取得前最後のシーズンを迎える。6月24日にヒューストンアストロズ、オークランドアスレチックスとの三角トレードで、アストロズへ移籍した。2番打者として、ビジビジ ベルトラン、ベルロン、バークマン、バークマン、バグウェル、バグウェルの4人からなる上位打線、通称、キラービーズの一翼を担った。オールスターに初めて選出され、90試合で70得点23本類打、28盗塁、失敗は、なしという活躍で、アストロズのポストシーズン進出の立役者となった。最終的なシーズン成績は打率。 267.38本塁打、104打点、42盗塁で、初の30本塁打、30盗塁を達成し、ポストシーズンでもその勢いは衰えず、5試合連続本塁打、合計8本塁打の MLB 記録を作った、8本は2002年のバリー・ボズに並び、5試合連続は、後の2015年に、ダニエル・マーフィーによって更新された。オフの10月24日に、 FA となった。ベルトランの代理人、スコット・ボラスは、アストロズが提示した7年総額1億ドルを拒否し、12月21日に、ニューヨーク・ヤンキースとの交渉で7年総額1億1900万、を提示したため、ヤンキースは、獲得に、消極的となった。2005年1月13日に、ニューヨーク・メッツと7年総額1億1900万ドルの、 契約を結んだ。1億ドル以上の契約は、MLB 史上10人目、メッツでは初の選手となった。8月11日の7回裏の守備で、デビッドロスの宇宙間への浅い打球を追って、右翼手のマイク・キャメロンと衝突し、左頬骨を骨折するなどで打率。266.16本塁が78打点、17盗塁と不振に陥った。 開幕前の3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。レギュラーシーズンは前年に比べ、選球眼が良くなり、より速球を打つようになった。7月には、メジャー史上9人目の2試合連続を含む3本の満塁本塁打を記録した。8月26日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、ジョン・リーバーから通算200本塁打を達成。 自己サイトとなる41本類が116打点を記録した。本類らは球団体記録となり、デビッド・ライト、同郷のカルロス・デルガドラも100打点を記録し、チームは18年ぶりに地区優勝し、ベルトランは初めてシルバースラッガー賞とゴールド・グラ賞を受賞した。MVP の投票では、ライアン・ハーワード、アルバート・プホルス、ランス・バークマンに次ぐ4位に入った。 セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは大戦の9回裏にアウト満塁、スコア1から3の場面でアダム・ウェインライトを相手に見逃し三振でシーズンを終えてしまった。は、中堅守としてメジャー最多の33本塁が112打点を記録し、ダリル・ストロベリー、マイク・ピアッツァに次ぐ、球団史上3人目となる2年連続で30。 本類打100打点を達成した。その一方でチームはシーズン終盤の失速でプレイオフ進出を逃しフィラデルフィア・フィリーズが地区優勝となった。開幕前に内側なリーグ東地区で最高のチームだと宣言し注目を集めた。前年に同じような発言をフィリーズのジミー・ロリンズがしているが、ロリンズは地区優勝に導き MVP に選出された。 161試合に出場し、3年連続で110打点以上を記録。2006年以降、本類打が年々減少してきているが、161試合に出場したこともあって、アンダー、二塁打、三塁打、盗塁、打率、敬遠など、多くの部門で、メッツ遺跡ご最高の数値を記録した。しかし、チームは2年連続で、フィラデルフィア・フィリーズに次いで、地区ニ位に終わり、 プレイオフ進出を逃した。開幕前の3月に開催された第2回 WBC のプエルトリコ代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。シーズンは6月下旬に膝を故障し、故障者リストに入った。その後、9月上旬に、戦列復帰を果たしたが、痛みを抱えた状態が続き、年が明けてからの1月に、膝の手術を受けた。この手術に関して、 メッツの GM であるオマーミナヤは手術を許可した覚えはないとし、それに対して代理人のスコット・ボラスが報告する必要性はなかったとしたため、チーム側とベルトラン側でいざこざとなった。は1月に受けた手術の回復状況を待ち、6月24日からマイナーリーグの試合に出場し、オールスターゲーム明けの7月15日にメジャーに復帰した。 最終的には64試合の出場にとどまり、打率、255.7本類が27打点、3盗塁はいずれも、メッツ移籍後で最低の数字であった。は7年契約の最終年となり、ロースター枠を開ける、必要性が出てきた際は契約解除になりかねず、活躍した場合でも優勝争いをしているチームにトレードされる可能性があるなど、 メッツに残留する可能性はゼロとする見方もあった。この年から守備位置が中堅守から右翼守へ変更された。2011年7月28日、ザック・ウィーラーとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。9月14日のサンディエゴパドレス戦では本拠地 AT&T パーク名物のスプラッシュヒットをトレートスから。 自身通算300本塁打として打ってみせた。ジャイアンツ移籍後44試合で打率。323.7本塁打、18打点、アップス920と活躍したものの、プレーオフ進出をあと一歩のところで逃した。シーズン終了後の10月31日に FA となった。再びヤンキース入りの可能性が報じられたが、この時は、 ニックスウィッシャーとのオプションが残っていたこと、手術した足の状態が懸念されたことから、ヤンキースが獲得に必ずしも積極的でなかったとされる。11月3日には代理人をスコット・ボラスからへ変更した。2011年12月23日にセントルイス・カージナルスに2年総額2600万ドルの契約で加入した。は、打率が落ちたものの、 32本塁打と5年ぶりに30本を超えた。また6月15日に300盗塁に到達、スイッチヒッター史上初の300本 &300 盗塁を達成した。7月22日のシカゴカブス戦の7回裏に1イニング72塁打の MLB 大記録に貢献した。開幕前の3月に開催された第3回、WBC のプエルトリコ代表に選出され、 3大会連続3度目の選出を果たした。リーグチャンピオンシップシリーズ初戦では延長13回表にサヨナラアンダで貢献。初めてのワールドシリーズでは主に2番打者として打率。294.3打点と悪くなかったが優勝には届かなかった。10月31日に FA となり、11月9日にカージナルスが提示した1年1410万ドルの クオファイングオファーを拒否すると、ヤンキース、レッドソックス、オリオールズ、フルスロイヤルズなど多くの球団が興味を示した。2013年12月6日にニューヨークヤンキースと3年、総額4500万ドルで契約に合意し、12月19日に球団が発表した。12月20日にヤンキースタジアムで入団会見を行った。若いマクロースター入りしたが、 5月13日に右肘を故障し、15日に15日間の故障者リスト入りした。結局、故障の影響もあって109試合の出場に終わり、打率233.15本塁が49打点という低調な成績に終わった。また、打撃だけでなく、守備、走塁面でも高齢化による衰えが見えた。守備についたのはわずか32試合だった。 前年よりは復調して133試合に出場、2年ぶりに規定打席到達を果たした。打撃面では34二塁打、19本塁打を放って0.800超のアップスを記録。しかし投塁はメジャー18年目にして初めて0だった。また守備でも123試合で右翼手を守ったものの守備率、983、3失策。 DRS から14に終わった。5月15日のシカゴホワイトソックス戦でザック、リュークから通算400本塁打を達成。スイッチヒッターとしては史上4人目。6月は月間打率。366.7本塁打、22打点、アップス1.081を記録し、好調を維持。不審のヤンキース打撃陣の中で99試合の出場で打率。 304.22本塁が64打点、アップス0.890とチーム内で打撃三冠王だった。2016年8月1日のトレード期限、最終日にマイナー3選手との交換でテキサスレンジャーズへ移籍した。レンジャーズ加入後は DH で起用される割合が増え、52試合の出場で打率、280.7本塁が29打点という、 成績を記録。ヤンキースとの合算では、151試合で打率。295.29 29本類が、93打点、アップス0.850という好成績を残した。なお同年、通算2500安打、1500得点400、本類打、1500打点など、節目の記録を次々に達成した。オフに、FA となった。2016年12月3日。 アストロズと1年1600万ドルで契約に合意した。オフの12月5日に第4回 WBC のプエルトリコ代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。4大会連続で参加した MLB 選手は6人だけだった。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に、 敗戦し、2大会連続で準優勝となった。7試合に出場して打率。435、23打数10安打5打点で、大会最優秀指名打者となった。シーズンでは、ほとんどが指名打者での出場となり、129試合の出場で打率。231.14本塁が、51打点を記録。7月17日にはほとんど守備につかない。 ベルトランのクラブを葬る儀式が話題となり、本拠地ミニッツメイドパークのタルの丘がなくなった、中堅守の守備づくことは実現しなかった。ベルトランが最年長として若手や中南米出身選手などをまとめ、チームは地区主独走してプレーオフに進出した。自身二度目となったワールドシリーズでは大活躍こそなかったものの、初めての優勝を果たした。 オフの11月2日に FA となり11月13日に現役引退を表明した。引退発表の同月にはニューヨークヤンキースの新監督候補としての面接を受けたことが報じられたものの就任はかなわなかった。2023年のアメリカ野球伝道表賞への非投票資格を得る見込み。メジャー2年目の2は 当時のロイヤルズの GM 補佐はゴツールプレイヤーとして評価しており、球団内部ではエーモス・オーティスの再来と期待された。その後メジャー有数のゴツールプレイヤーと言われるようになり、走行種すべてで高い能力を持っている。特に走塁面では、投手の動作を読む能力が優れており、一歩目の加速が素早い。投塁成功率は86.4%。 200投塁以上では最高と驚異的な成績を残している。その結果、スイッチヒッターとしては史上初の300から300クラブ入りを果たした。脚力を生かした中堅守の守備でも広い守備範囲を誇り、加えてメジャー最高クラスの強権も持ち合わせていて早球も非常に正確である。2006年には初のゴールドグラブ賞を受賞した。打撃面では、 バットスピードが非常に速く、スイッチヒッターとしては珍しく、両打席で高めの球にうまく対処できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。